やる気、元気、たまき。霊感太郎とのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。もしもこの人が首相になったら日本を救うかどうか、野党編でございます。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。お知らせ一つさせてください。ズバーっと叶える手帳っていうのを3年かけて考えて作りました。満月と新月の夜に必ずライブやってて、そこで一緒にこう、自分の願いを書き込んでいって、叶えようみたいな手帳でございます。続々願い叶ったよっていう体験談が集まってきているので、ぜひ一緒に頑張りませんか。さて、自民党のね、ポスト岸田の何人だったっけ ?10 人 ?9 人か10人占いましたけど、野党編です。ごめんなさい、公明党の山口さんとか与党だなと思って入れませんでした。ごめんなさいです。ちょっと野党だけでごめんなさい。はい。立憲泉さん、維新馬場さん、共産 C さん、国民玉木さん、令和山本さん、政治家女子大津さん、過去に占ってね、私がこの占いのコーナーのね、YouTube の中で、この人どんな人っていうね、カードを引いた中で、過去一強烈なカードを出したキャラなので、ちょっとどうなるか見てみたいなっていう。別に、そう、占わなくてもいいかなっていう枠ではあるんだけど、ちょっと興味が個人的にある。参政党、神谷さん。日本保守。この前も占ったけどね、そう。あんまり、そう、この先、党ごたごたすんじゃないかな、みたいな結果出たけど、百田さん。この辺が、もしもなったらなので、それこそ、ほんとこういうのこそエンタメだよ、みたいな、として、ええ、ね、絶対ありえないんじゃないっていう目じゃなく、目線じゃなくて、もしもなったらどうなるんだろうなみたいな感じで楽しんでいただけたらと思います。はい。では早速いきます。はい。まず、泉さん。立憲とかね、なんか、もはや、なんて言ったらいいの?与党になろうみたいな気持ちを持っているのか、それはちょっと怪しいんじゃないかって思っちゃうんだけど、昔はさ、もっと、ねえ、民主党的な党はさ、もっとガツガツ、こう政権交代を狙っていた気がするんだけど、狙ってなくない?もはや。そうだよね、なんとなくね。狙っているとはちょっと思えない感じがするんだけど、もし狙ってるならごめんね。勘違いだったらごめんなさい。ちょっと狙っているのには、思えないかな、みたいな。なる気ないでしょ、みたいな。今、首相になったら泉さんとかめっちゃ困るでしょ、みたいな。どうすんだろうね、なったら本当に。可能性として一番高いのはこの中で泉さん。維新もあれのかな、まあ、泉さんかな。はい、もし首相になったら。あ、アマテラス、大神様が聖一だ。すごいじゃん。神様が味方になったよ、近い将来。ズバッと出ました。ああ、でもそんなに悪くないよ。なんかこう、解放する系のカードが結構出てる。うん、なんか、なんだろうね、これ。自民党がこう隠してた悪いものとかの鎖を切って、こう、明らかにして、ね、月の逆も何かが明らかにするみたいな。なので、こう結構パワフルにスピーディーにいろんな、自民党政権の時の何かを、こう、悪さっていうかわかんないけど、なんだろう。うん、良くないこう鎖みたいな、良くない悪循環を切って、明らかにして、クリアにして、ほら、見てって、こんなのが繰り広げられてたよって、見てってこうさ、うん、世の中に明らかにこう暴露して、うん。みたいな感じになると思うけど、最終的になんか不平等なカードが出てるの。おせっかいみたいな。結局ばらまくんかみたいな。なんだろうね。なんだろう。なので、なんてんだろうな、これ。神様もね、近い将来に出ていいんだけどね。50点とかかな。50点。
いいけど、最後、ばらまくみたいな。ばらまきみたいな感じかな。うん、結局、ご機嫌を取るのみたいな。なんか、結局、うん。はい。続いて、維新の馬場さん。最初の出だしがすごいね。願いが叶う。待って。私今逆向きした。1、2、3。あ、いいのか。5、6。お。ズバッと出ました。あんまり良くないね。環境にタワーか。いや、いいのは最初だけかな。最初は100点満点。うん。めっちゃこう、ゴージャスに派手に始まりますよ。うん。固い決意と、うん。こんなに堅実にっていうか、なんだろう。堅実っていうか、派手な感じ、全体的に、うん。みんなの願いを叶えるよみたいな。うん。実際ね、すぐ叶えるようなことをすると思うんだけど、環境がタワーの逆良くないので、近い将来最終決断がペンタクル逆向いてるので、そうだなぁ。結局、あんまりかな。これ仕事とか安定のカードとか、だからこう一番正位置向いてて欲しいカードがさ、逆向いてるからさ、いまいちこう仕事がはかどらない感じかね。対策注意点にもソードの銃、どん底カードが出てるので、もうなんか、もう、打つ手なしみたいにならないようにね、みたいな感じ。ちょっと低いかな、30点くらいかな。30点、うん。最初だけ派手みたいな、うん。結局あんまりそんなにお金使いすぎちゃうか。だろうね。国のお金使いすぎちゃうとかな。あんまり、財政状況を悪くしちゃうとか、そういう感じがする。なんだろう。続いて、C さん。共産党 C さん。最初は悲しみとかなんだね。ズバッと出ました。ああ、これは多分1年くらいで政権交代するかな、旅立ちのカードが出てるので。最初から不安定だもんね。不安定と悲しみのカードしかない。節制とか相当の2とか逆向いてさ。全体的に多分、もしもなんだけど、もしもの話、とはいえ、もしもなっちゃったら、もう、なんてこった、みたいな。絶対、ありえないんだけど、自分が首相なんて、みたいな、そういう感じ。不安定さとか、なんか、どうしよう、みたいな、もう動揺しちゃってしょうがないと思う。うん。で、ただ、こう、困ってる人を助けるカードは出てるんだけど、何しろ、こう、無謀なんだよね。無知、無計画、無謀さみたいな感じで、そうだな、ちょっと首相の仕事をするみたいな感じの、あれじゃないかな。前似たようなの占った時、こんなに悪くなかった気がするんだけど、結構悪くなってしまったな。環境はいいんだ。うん。維新と違って、環境はすごく、取り巻く環境はいいんだけど、期待されるなんだろう、うん、だけど、でも、うん。なんか、そもそも首相の器じゃないっていうか、首相の仕事ができる感じじゃない、全体的に。うん。で、多分1年持たないとか1年くらいで、やめていくかなっていう感じがする。なので、これはね、20点くらいかな。すぐやめるかな。多分、首相やる気、がそもそもないと思う。する気なし。みたいな。なので、もしもシリーズなんだけど、もしもとはいえ、それでもする気がないみたいな。はい、国民の玉木さん。なんか、国民民主さ、他の党ってもっとこう、ポツンポツンってこう、目立つ人が他にもいるじゃん。党首だけ目立っちゃって、玉木雄一郎さんしか知らなくない？
私もだけど、他に誰がいるのかなみたいなさ、こう、なんかちょっと目立つ存在とか作ればいいのにって思うんだけど、なんか一人だけ目立ってんだよなと思って、一人主人公みたいな。うん。もっと、そう、こう、ほら、こんなに活躍しているこの人がいるみたいな。まあ、いるんだろうけど、いるのか？うん。わかんない。見えてこないっていうか。なんか。なので、なんか広がりが、だから広がんないよね、なんか。3人くらいこう目立つ人がいたらさ、こう、広がりそうなのに。ズバッと出ました。よくないね。不安定だね。あと、結局、あの、ルールを壊せないかな、既存のルールを。この4の逆は、結局壊せない気がする、なんとなく。ルールを守りすぎるか壊すなんだけど、壊せないじゃないかなと思って。最初からなんかこうさ、仕事が進まないんだよ。うん。で、泥棒カードが出てるから、なんかこう自民党のやってきたことをこう、結局、同じことをこう追いかけるっていうか、で、なんか敗北感のカードとか出てるし、そうだね、なんかメンタルは不安定だし、こう、点数にするとこも30点くらいかな。一言で言うと、多分壊す勇気がなくて、結局自民党の後を追ってるように見えて、えって、なんか対策終点にもっと勇敢にガツガツすればいいのにみたいな。すごいこう、怖くて、自民党と同じことしちゃうみたいな感じかなと思った。はい。令和の山本さん。今んとこ立憲の泉さんの50点。これを超えてくるところあるのか？あるのかい？どうなんだい？お、100点だねみたいなところはあるのか？どうか？さあさあ。私も広げるまでさ、これ何が出るかわかんないからさ、いつも何が出んだろうってこう、ドキドキしながら広げるんだけどね。では、独裁的なカードがめっちゃ出てる、ズバッと出ました。多分、レイはもう、共産党と同じか、20点くらいかな。1年持たないかも。フールの逆でしょ？一言で言うともうほんとなんか一人しかいない感じ、独裁的っていうか独裁的にならざるを得ないっていうか他に誰もいないみたいな感じ、もう一人でやるしかないし仕事は多分進まないし、途中星が出てていいんだけど、最終結論はフルの逆でしょう、なんかこう結局わけがわからないままなんか終わってしまうような気がします。もっと協力者と、着実に堅実に仕事してって、協力してっていうのが出てる。うん。独裁、一人で、なんか、崩壊っていうか、こう、崩壊っていうよりは、どこがこう、紙切れがペラペラってこう、飛んでいっちゃうような結末みたいな。うん。ああ、なんか、儚く、終わっちゃったみたいな、そういうイメージ、続いて政治家女子の大津さん、さあ我々の期待を裏切らないカードは出るのか。最近だとね、あれよ、あれですよ、池田大作先生が亡くなって自民党はどうなるって見たらタワーが最終結論に出て、おー、久しぶりに、ね、結論にタワーが出たって思って、それが最近見た一番悪い結果だったけど、そういうのを超えるのか、政治家女子、どうでしょう。お、何この皇帝誰なんだろう何誰この皇帝、ぶっ壊す！戻ってくるかな？ぶっ壊すの人が、ぶっ壊すの人になっちゃった。戻ってくるかな？
ズボッと出ました。あ、でもタワーとかそんな、期待するような大崩壊のカードは出なかった。でも仕事は進まない。最初だけやっぱり派手な感じ。なんか一心とちょっと似てるかな。最初はすごい派手に見ててください。我々のこの責任感と行動力をみたいな感じで。あなたたちをこう解放して願いを叶えますよみたいな。わーすごいってこう、期待に満ち溢れた感じで、しばらくもこう、コツコツやりそうなんだけど、結局、これ、分裂よ。こう、ファミリーのカードがみんな分裂してるから、立場。うん、内部分裂みたいな感じで多分、政党の内部からバラ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 しちゃって、それどころじゃないみたいな感じ。なんか、すーんと30点かな。もうちょっといいかな、途中までいいかな。なんか、途中まではいいんだけど、内部分裂、内部が壊れる。内部壊れて進まん。うん、全然進まないわ、みたいな。うん、対策注意点に正義。正義か。続いて、賛成と神谷さん。この話、するの2回目くらいかもしれないけど、素敵な、ちょっとこう、明るめの茶色のワンピース、半袖の夏の、買って、メルカリで、メルカリで買って、なんかの時に来たの、ライブかなんかの時に来たら、あら、参政党のオレンジ色を着てくださったのね、玉木さんって言われちゃってから、マジかこれ参政党の支持者とかって思われんのかなって思った、なんかそれから着れなくなっちゃって。着たいんだけど、ああ、このワン、そう、そんなめちゃめちゃ明るいオレンジじゃないんだよ。茶色、どちらかというと、茶色みたいな感じなんだけど、そう勘違いする人がいるんだと思って、それからね、そのワンピースには着れなくなってしまって、早く、この、呪縛みたいなのが解けないかしらみたいに思ってんだけど。そんなことない？皆さん、なんか、選挙期間中に、緑とか青とかなんかこうカラフルな T シャツ着てたらなんか支援者に間違われちゃったみたいな経験ないなんか青い T シャツを着て近くを通りかかったらなんか立憲の人に間違えられちゃったとかさなんかあるあるじゃない結構そうでもないのかな、うん、はい神谷さんはいズバッと言いましたあ最終的にいいねあ今までで一番いいんじゃないごめんね、オレンジのワンピースが着れない。助けてなんて言ってごめんなさい。訂正します。とてもいいです。対策注意点に悪魔のカードが出てるのだけが気になるんだけど、これだけが気になるんだけど、何の悪魔かなっていうのは気になるんだけど、これを抜かしたら、非常にいいよ。ワンドのキングに、ね、すごいリーダーシップ。そして、うん、こう、ちゃんとこう、迷いなく選択していく力。若干こうわがまま傲慢なカードが出てるけど、うん。環境もこうスピード感があっていいし、最終結論はペンタクルの9なので、こう、国民にこう豊かさをもたらす。どうやってもたらすのかわかんないけど、うん。対策注意点の悪魔だけ怖いので、マイナス20点ぐらいしといて、80点で、お、高いじゃん。はい。続いて、日本保守。キャプタさん。これも昔の話なんだけど、このチャンネル始めて。キャプタさんの読み方を私ずっと桃田さんだと思ってたの。そう、本の作者としても桃田さんだと思ってた。で、動画の中で桃田さんって多分言ったのよ。そう思ってた。そしたらそんな、その読み方も知らないなんて、ってこう、怒られて、すいませんって感じで、すいませんって思ってて、そこから百田さんって覚えたんだけど、最近、
夫に、そう、百田さんってわかるって言って、作家の瀬戸を作ったんだよっていう話をしたら、百田誰それ百の田んぼのって言ったら、あの人桃田さんじゃないのって私と全く同じこと、夫婦で間違えてたみたいな、夫同じ間違え方してると思って、夫婦だなって思った、ちゃんちゃん、それだけ。はい。ごめんなさい。人の名前は間違えてはいけない。はい、ズボッと出ました。最初はいいね、すごく。なんかいろんなものを破壊して、太陽とか超爆発的な力とね、あとみんなで協力し合って、祝福し合って、近い将来も堅実に仕事をやっていくし、立場もこうバランスよくやっていくんだけど、環境はね、なんか争い、不毛な争いが発生して、なんか結局あんまり仕事が進まないみたいな感じ。うん。そうだね。まあでも、50点くらいかな。50点。そこそこいいと思います。そこまであれね、政党がちゃんと、この前占ったみたいにこう、分解せずにいたらね、なんか変な争いは発生しそうだけど、そこそこいいと思います。国民を救うかっていう点で言うと、最後はちょっと進まないけど、まあまあかなっていう感じ。最近でも参政党って あんまりよ、なんか内部でなんかあったりするんだっけ？違ったっけ？コメントで見たような気がするけど、気のせい？一番は参政党でした。ねえ、これ一番盛り上がってる時に言ってあげたらね、おーってなったかもしれないけど、どうなんだろう最近、参政党の盛り上がり方はそうでもないの。わかんないや。どうなんだろうと思って、一時期と比べて。で、次は立憲と日本保守かな。あとは、どれもどっこいどっこいかな。30点、20点。国民にもうちょっと頑張ってほしかったけどね。勇気がないかと思って。結局自民党と似たような感じかと思って。そうだね。こんな感じですわ。いかがだったでしょうか。いや、納得いかんっていう方もね、いろいろあるかもしれないけれど。これぞエンタメとして見てください。もしもなので、本当どうのね、このもしもが本当になったらどうなるかね、わかんないですよ、皆さん。本当になってみたら、こんな結末になるんだ、みたいになるかもしれないし。ね。では、じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけんぽい、グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。